ベルベジンの藤原です。本日もオンラインストアにアップする商品をご紹介いたします。ここにはオンラインストアのみになっております。ご了承ください。お問い合わせ、程度などのお問い合わせはベルベジンウェブストアの方にお願いします。これから、ね、紹介する商品が8月の、9日夜の21時にアップされる商品になります。詳しくは概要欄の方に貼ってますので、そちらの方チェックしてみてください。ちょっと普段とはね画面が違うんですけれども、ちょうど、この間、6日7日の2日間、アンドベルベジンの方で、ポップアップをやっていただいたカイサヴィンテージさんの、エルメスのねジュエリーなんですけれども、大変ご好評いただき、まあ、あの並びなども出てですね、大変多くの方にご来店いただきました。かなりのね量を出していただいて、販売させていただいたんですけれども、その中でもねやはりこう悩まれた商品だったりとか、あとはやっぱお問い合わせあったんですけれども、まあ、お電話の対応だったりとかで、少しね、残った商品もございます。そして今回ねオンラインストアの方に、そちらのエルメス、カイサさんのエルメスのジュエリー含めて15点ほど、今回アップさせていただきます。ぜひねチェックしてもらいたいなと思いますので、簡単ですが解説いたします。はい、まずは、はい、こちら、スカーフですね。まあ、エルメスのスカーフ、まあ、女性の方などね、集められてる方とかもいらっしゃるんじゃないでしょうか。カイサさんの方もね相当エルメスのスカーフもお持ちだそうです。その中でもこのコレクション的な、はい、こちらがですねシェーン・エグルメットというね、スカーフ、まあ、ブラウンベースの、そして中に書いてあるこのいわゆるこのエルメスの、ね、絵がゴールドのねゴールドのジュエリーがこう書かれております。はい、わりかし大判で自分がこう手に持ったサイズ感これなんですが、オンラインストアの方にね寸法なども書いておきます。状態はかなり綺麗です。はい、こちらねブラウンで2枚あります。1枚7万5000円に消費税になります。はい、こちらもう1枚あります。はい、そしてですねもう1枚、はい、こちらもスカーフですが、こちらはね三角のちょっと形になっております。今ちょっと大きく広げるとこういった形、これもね今半分のサイズです。はい、こちらがですね、2019年のモデル、トライアングルジェアジュアン、カドリージュパヤデールという、ね、こう馬をモチーフにされた非常に綺麗な色の、スカーフになります。こちらも大判です。まあ、寸法は、オンラインストアの方に書いておきます。程度もねもちろん綺麗です。はい、こちらも7万5000円に消費税になります。はい、ではジュエリーに行きます。まあ自分もねジュエリー大好きなので、今回やはりねあのヴィンテージらしい、はい、こういった商品、エルメスのシルバーのバングルですけども1970年代ですね。はい、サイズ感ちょっとね自分だとつけれないサイズなので、ちょっと細めの腕の男性もしくは女性など、はい、70年代のカリンというモデルになります。一応この幅はですね多少なりまあ広げたりは調整、まあ結構ね、ヴィンテージジュエリーとかを扱っているようなジュエリー屋さんに持ち込んでもらえれば多少広げてもらうことも可能だと思います。はい、70年代ヴィンテージものなので、はい、こちらで25万に消費税になります。はい、続いてこちらがですね1980年代のエルメスのキーホルダーになります。はい、モースデュッシュバルキーホルダー、ちょっとね言いづらいんですけど、こちらにボタンといいますか2箇所あって押して横にスライドするとこちらからキーを通せます。いわゆるキーチェーンですね。はい、まあもちろんこうやってキーとして手に持つという形で使えるんですが、両方とも同じあれになっております。こちらもずらすと同じような、はい、こちらのシルバー80年代で12万5000円に消費税になります。はい、続いてブレスレットですね。はい、こちらもお好きな方多いんじゃないでしょうか。結構ねこれ試着入りましたが、はい、グルメットアングレースの PM になります。まあ日本では、ブックルセリアの初期コマと言われている、はい、モデルになります。そしてこの留め具の金具の部分ですかね、はい、こちら
ここを押していただいて、すいません、よいしょ、ここがパチンと上に上がります。はい。でそしてこのベルトがここの通して、よいしょ、ここにはめてパチンと、はい、この留め具の部分ホワイトゴールドを使ってるみたいです。まあ、長さ的にもね、一応ですね、僕の腕に回る寸法でしたので、はい、十分回りますね。まあ、男性でもつけれるサイズ感。まあ、女性がちょっとゆったりね、つけても可愛いと思います。はい、こちら、はい、412,500円に調子になります。長さとかもね、ちゃんと、書いておきますので、チェックしてみてください。そして、はい、こちらですね、1990年代、はい、よく見ていただくとこの先の金具の部分がゴールドです。はい、ブックルセリエの PM ゴールドとのミックスのネックレスになります。結構ねサイズ的には小さめと言いますか、女性のサイズかなと思います。ネックレス、そして、結構ねブレスレットとして2連で使えるんじゃないかというお声もあったんですが、ちょっと短いんですね。はい、僕の男性の腕だとちょっと厳しかったです。女性の方、ご試着いただいた方で女性の方の手首でしたら2連で、使うこともできると思います。はい、こちら商品ネックレスですけども、562,500円に消費税になります。はい、続いてこれはね、ぜひね女性の方におすすめです。はい、エルメスのリングブレスレット、2000年の頃のモデルみたいですね。はい、もうこの T といえばもうエルメス、ここを通していただいて、はい、まあ、わりかしね、まあ、僕の手首はちょっと回らなかったです。はい、もうこれはぜひね女性につけてほしい、ちょっとシンプルめです。はい、あとはね逆にお値段もお手頃だと思います。はい、こちらで187,500円に消費税になります。はい、続いて2001年の、モデルらしいですが、こちら、フラットのブレスレット、そしてこちらもですね留め具の部分、はい、まあ、カイサさんからもねいろいろ僕もお聞きしたんですけど、この留め具の部分っていうのはねやっぱりこう丈夫でなきゃダメということで、ホワイトゴールドを使ってるみたいです。こちらもちょっと僕の腕だとギリギリですかね。はい、あ、でも止まります、僕の腕でもカチャッと。はい、まあ僕は平均的に男性の手首としては少し大きい方かなと思います。それでも止まるので、はい、男性がしてもこのプレーンな感じね、フラットのブレスレットかっこいいですね。はい、こちら2001年のモデルで25万円に消費税になります。はい、続きまして、はい、ボルテージ、こちらねなんか結構キーホルダー的な形で、例えばここに丸いリングを挟めばキーチェーンでも使えますね。まあ、わりかしこうクロムハーツって言ったんですけど、こういう長いキーチェーンもありますし、そういう使い方してもいいと思いますし、ちょっとね男性の手首には少し小さめかなと思います。こちらの2006年のモデルでボルテージ GM、 わりかしね形も大きめ、ここの先もくるくる回りますし、はい、ここはまあ、こういうふうにカチャッというふうに止めるタイプになります。まあ、手首が、まあ、そうですね、細めの男性こういう形で止めれます。はい、もしくは女性がつけても、まあなかなかね人とは被らないブレスレットかなと思います。うん、程度もいいですしね。はい、こちらで25万円に消費税になります。はい、続きましてはもうザ定番のシェーヌダンクル、シェーグルこれはね2002年頃のモデルみたいです。はい、こちら、シェールダンクルの GM 12コマになります。12コマなのでねちょっと小さめです。正直僕の手首には回りませんでした。はい、ここまで届いたとしても、この T をね中に入れてぐるっと回さなきゃダメなので、僕の手首は小さかったので、まあ、これはね女性の方かな、もしくは男性でも細い方、はい、こちらも状態はねいいと思います。定番のシェンダグルお探しの方はぜひ、こちらは20万に消費税になります。続きまして
シェーヌ・ダンクルの TGM ですね、はい、いわゆる大きいサイズ、こちらも11コマなので、こちら僕の手首もちょっと小さかったです。ここまでは来るんですけどね、ここから中に入れて通さないとダメなので、はい、ちょっとね、手首大きめの男性はちょっと小さいかと思います。細めの男性、まあこのボリュームあるのでね、女性でつける方も、会社さんなんかはね、このあえて TGM を使ったりっていう風に言っておりますね。はい、まあ大きめでつけてもかっこいいと思います。はい、こちらはね、2002年から2006年頃に、はい、ご購入された、シェーヌ・ダンクルになるそうです。こちら TGM で21万2500円に消費税になります。さあ続きまして、ボリュームが大きくなってきますね。ブックルシェリエの TGM、 こちらが6コマです。はい、2007年の頃のモデルになります。こちら、はい、お持ちの方はね、もちろん、まあ2つ目っていうのはあれかもしれないですけど、やはりでもね、このボリュームなので、はい、もうそのいわゆる僕で言うと、まあいつも右手にしますが、右手につけるだけでもかなりのボリュームあります。こうかな、はい、そして僕の手首でこの手前ぐらいですかね。はい、なので男性でも、手首大きい方だと少し小さいかなと。はい、ちょっと手首細めの男性、カチャッというふうにつけれます。相当迫力ありますね、これ。ブックルシェリエ好きな方もね、結構多いと思います。あとは一個チャレンジしてみたいなって方はね、これぐらいのボリュームになるので、はい、もうこの一つだけでも存在感抜群にあると思います。はい、こちらでしょ、6コマのタイプになります。56万2500円に消費税になります。そして7コマです。はい、7コマでしたら、僕もですね、こっちかハマると思います。はい、これは、はい、腕が大きめな男性、はい、まさにもってこいですね。僕のサイズでいわゆるちょうどいいサイズ感、やっぱこの、ね、手首の動きぐらいで、ね、余裕がある方が、つけやすいと思います。はい、こちら7コマの方ですね、2007年の頃のモデルになります。ブックルセリエ、あ、すいません間違えました、2005年のモデルですね。はい、まあ、6コマ7コマ2つ類ありますのでお間違いなく、はい、こちら7コマの方が58万7500円に消費税になります。ちょっと細かいんですけどすいません。はい、はい、そして、僕も、もう何年も前からつけておりますが、今回会社さんに出していただきましたアクロバットの GM になります。こちらがトップの金具を抜いて16コマになりますね。はい、自分のつけてるのが MM になります。はい、ちょっとねこう見比べていただくと、このぐらいのボリュームの差があります。かなり大きいですね。そして重さも半端ないです。はい、そしてアクロバットといえばこういった形で、はい、パーツをですね分解できます。分解できるということはサイズを変えれるということですね。なので、はい、僕もカイサさんと連絡取ってて、カイサさんあえてこの GM をね、女性の方が GM つけるってかなりボリュームあるんですけども、はい、自分でもこのサイズでなかなかねこうつけるときに、まあ、慣れが必要なんですけれども、僕の手首で16コマだとギリギリです。はい、ちょっとここねひねらなきゃダメなんで、ちょっと今僕は時間的につけれないんですけど、ちょっとね手首太い男性はもう1コマ必要かなと思います。はい、自分のまあ詳しくセンチ書いておきます。手首のセンチ、はい、僕がかなり男性としてはわりかし大きい方だと思うんですけれども、ちょっとね細めの男性、もしくは先ほど言いましたけど、会社さんと同じように女性がこの GM をつけるというのもね、ボリュームありますし、かなりインパクトあります。はい、ここの部分でカチャッと通して、はい、こういった形、皆さんねお探しだと思います。アクロバットの GM、はい、16コマです。こちらで170万に消費税になります。続いて
はい、いつも通りの洋服に行きます。はい、T シャツです。はい、こちらリバーシブルティーですね。はい、リバーシブルティーの、下にねタグがちょっと欠損してしまってます。ここにあったのかな。おそらくチャンピオンだと思うんですけれども、はい、こちらエンジェルスオールサインツかな、オールセインツと、はい、ラバープリントですけど、ね、この縦に入るのはね珍しいと思います。そしてサイズ感、おそらくねラージ縮みだと思いますね。綺麗なブルーに裏がリバーシブルのホワイトになります。はい、タグはね欠損してますが状態はかなりいいと思います。はい、こちらで7800円に消費税です。はい、そしてヘインズの B50 のラージサイズ、はい、黒ボディで、雰囲気系ですね。そしてこちらフラワーですが、世界は一つしかないというね日本語は書いてます。はい、バッグは無地で、まあ、色がね全体的にフェードされております。ラージサイズ、僕はちょうどいいサイズなんですね。プリント的にね可愛いですし、こういった日本語が入ってるのもいいんじゃないでしょうか。はい、こちら6800円に消費税です。はい、続いてフルーツオブザルームボディの XL、 そして黒ボディでねちょっとこのブリーチがかかってますね。そしてこちらが、フルーツオブザルームそのまま入っております。はい、あとカントリーカンフォートというね、まあ、ツアー、はい、こちら袖にもねこういった形で、はい、ラバープリント入ってます。はい、後ろもね少しこうブリーチ跡があるんですけれども、まあ雰囲気これもねいいと思います。そしてプリントね可愛いです。 XL ボディなのでちょっと大きめですが、はい、雰囲気ですね。こちらも6800円に消費税です。はい、続いてはボーダー T シャツ、はい、こちらオールドのラージサイズ、はい、こちらもね綺麗なラインですが、赤白青、はい、L サイズですけどちょっと縮みが出てますね。はい、自分だとちょっと小さいサイズか、まあ、でも色は非常に綺麗なボーダー T シャツ、なかなかヴィンテージのねボーダーティーも少なくなってきました。こちらで9800円に消費税です。で、続きましてチャンピオンの刺繍 WXL ですね。 WX の90年代刺繍タグで黒ボディの、はい、こちらねチャンピオン、プリント白ラバーがあったんですが、なんかいい感じに剥げてます。はい、ちょっとねパッと見が一瞬黒の無地かと思ったんですが、うっすらこのチャンピオンが見える、この雰囲気もいいんじゃないでしょうか。 WXL かなり大きめのサイズ感です。ロンティーも、ね、いいですね。バックにはね刺繍のタグがついてます。はい、90年代、ロンティーです。こちら6800円に消費税です。はい、続いてはこれ珍しいですね、ラルフローレン、サイズでかいですね、 WXL です。はい、半袖で、はい、こちらが 100% ビッシュコーズかな、はい、ブルーの、僕も、ね、今日着てますラルフ、はい、ちょっと素材がねふわっと柔らかい素材ですけれども、下にボーダーのライン入ってます。ちょっとサイズがね大きめなんで体格大きい方、あとは無地じゃなくて下にボーダーなので結構ダボっと着ても可愛いかもしれません。はい、こちら状態はいいです。6800円に消費税です。はい、続いてこれいいですね、はい、タウンクラフトです。タウンクラフトの M サイズ、はい、綺麗なチェックの、はい、コットンシャツですけれども、まあ、暗めのね赤とグレーですけれども、色も綺麗ですね。まあ、デニムなんかでもいいです。今日はブラックですけども、ブラックなんかで合わせてもいいんじゃないでしょうか。はい、サイズ M サイズなので僕はちょっと小さいんですけども、はい、ボックスシャツ合わせやすいですね。はい、こちらで 12,800 円に消費税です。はい、続いてコットンハワイアンですね。こちら同じくタウンクラフト。はい、この三角だと僕好きなんですけどね。こちらも M サイズになります。はい、綺麗なね赤というか朱色、そしてちょっとね楽しそうなパーティー的なプリントですけれども、はい、M サイズコットンハワイアン、ちょっと僕は小さいですかね。普段僕は着るなら L サイズです。このぐらい赤のインパクトあってもね可愛いです。まあハワイアンといえばレイヨンって気もしますが、僕ねコットンの方が着やすいと個人的な意見ですが、はい、こちらで 39,800 円に消費税です。
さあ、ヴィンテージのハワイアン1着いきましょう。いいですね、マクレガーです。マクレガーの M サイズ、はい、こちらがよくね、あの木登りの絵とかありますけど、これはちょっと違います。ターザンだろうか、はい、男性がこういった形でスペシャルプリント、これもすごいね、プリントとしては珍しいと思います。はい、そして濃いグリーンですね、ビリジアングリーン、うん、プリント非常に珍しいですね。 M サイズですが、ちょっと大きめでしょうか。僕がジャストサイズで着れるサイズ感です、うん、はい、このプリントかっこいいですね。状態はかなり綺麗です、はい、こちらで9万8000円に消費税です。はい、続いては、はい、こちら黒のね、ロンティーなんで、あのロングスリーブシャツなんですけども、はい、ちょっとねポケットがちょっとこういわゆるねミリタリー仕様っぽい、まあ、デザインされたね、80年代ぐらいのシャツだと思うんですが、はい、サイズ感 L サイズぐらいですかね、ちょっとゆったりめで、うん、まあ、結構ねこうデザインされたこう柔らかめのね、素材です。 100% レイヨンですね、レイヨンシャツ。このポケットのデザイン非常に珍しいと思います。はい、ぜひ、ね、デザイナーの方なんか好むんじゃないでしょうか。7800円に消費税です。ラルフローレンですね。はい、こちらサイズ M サイズ、はい、ボタンダウンシャツですが、はい、ラルフポニーマークなし、そして黒のチェックシャツです。これはいいですね。そしてこちらがいいですね。100% リネンです。黒リネン。M サイズなので僕がちょっとゆったりめで着るサイズ感、少し色がフェードされてますが、黒リネンいいですね。そしてちゃんとポニーマークなしのポケ付きです。めっちゃいいですね。サイズ M こちらで7800円に消費税です。さあ秋口に向けてネイルシャツ、もうね早い人はね今から先取りで買ってると思いますが、サイズが14ハーフなので M ぐらいでしょうか、はい、SM ぐらいのサイズ感でしょうかね、はい、そしてこちらがパイル素材のもう定番ですね、青黒白。ちょっとサイズ感的には僕は小さいんですけれども、はい、女性なんかがちょっと、ね、着てもこの柄は可愛いと思います。状態も非常にいいですね、はい、でこちらで7800円に消費税です。続いてスウェットになります。はい、チャンピオン刺繍のエクストララージですね。90年代前部位のジャンピオンマークあります、はい、XL なのでちょっとゆったりめで着れるサイズ感ですね。自分でも合わせられるサイズ感です、はい、まあ黒ベース鉄板です。こちらで7800円に消費税です。さあリバースユーブいきましょう。刺繍のラージですね、はい、綺麗なイエローです。チャンピオンの、ね、イエロー結構人気あります。ちょっと袖口こうやって折ってますが、ちょっとだけね全体的には色が少しフェードしてるんでしょうか、はい、黄色結構珍しいですよね。この色目は女の子がダボっと着ても可愛いと思います。うん、15,800円に消費税です。さあこちらが塩のエクストララージ、はい、元ベースは緑でしょうね。ちょっと全体的にブリーチがかかってるような、ただチャンピオンの目なしです。目なしのグリーンをね結構珍しいと思いますね。ラージサイズなので僕はちょうどいいサイズなんです。はい、このぐらいのね色のブリーチ感といいますか、フェードしている雰囲気もね抜群にいいと思います。秋口ちょうどいいと思います。はい、こちらも15,800円に消費税です。さあ来ました、刺繍のエクストララージ黒のパーカー。まあ今一番人気といったらあれなんですけど、はい、チャンピオンマークつき、マーク付き、目付きです。目付きの黒のパーカー、しかも XL、はい、一番皆さんが好むサイズ感だと思います。全体的に黒ですけど少し色フェードしております。雰囲気抜群にいいです。はい、こちらで39,800円に消費税です。アディアスジャージいきましょう。はい、こちら、サイズラージサイズ80年代、はい、プリントもね可愛いですね。そしてこちら肩の部分見ていただくと
こちらにもジッパーついてます。ということは両方外してノースリーブになるということですね、はい、ノースリーブで着ても可愛いんじゃないでしょうか。僕は着るとちょっと違う感じになっちゃいますけれども、おしゃれな若い子でしたら着こなせるんじゃないでしょうか。アディダス80年代、こちらで12800円に消費税です。すいません、こんな時期に買うチンかと思われますが、こういったねいろんなジャンルを紹介したいので、はい、こちら馬のタイプです。カウチンセーター、ボタン、はい、ボタンタイプね少ないのかな、ジッパーが多いんですかね、はい、こちらもホースですね、2匹のブラウンのベース、あ、ベージュにブラウンの柄ですが、サイズラージぐらいですね、はい、自分が着てちょうどジャストサイズぐらい、はい、まあ冬に向けてねこの辺のカウチンセーター、はい、こちら8800円に消費税です。サービスプライスです。続いてまたこちらもですけど、ね、ムートン、はい、70年代のムートンですね。こういった形の網目のタイプはわりかしノースビーチとかね多いと思うんですが、こちらのあれにプリントがあります。まあもちろんハンドメイドなのかな、はい、メキシコ製です。でもムートンのね雰囲気状態もねかなりいいですし、これ女性がダボっと着ても可愛いんじゃないですかね。まあ、着れる僕でジャストサイズぐらいのサイズ感、サイズ感でいうと40か38ぐらいですね、はい。まあ、ちょっとポツポツとこういった、ムートン汚れであるのかなありますが、ムートンの状態は、ね、非常にいいと思います。はい、こちらで19800円に消費税です。続いてスニーカー一足です。はい、まあ、大人気ニューバランスです。こちらがですねちょっとねこの辺に少しダメージがあるんです実は、はい、サイズがね9ハーフのニューバランス3040になります。これ僕もね以前履いたんですけど相当クッションいいです、はい、非常に使いやすくて、またねあまり履いてる人を見かけないっていうのも僕はねポイント高いと思います。ユーズドなんですけれどもまだまだ履ける程度です、はい、日本ではね販売してなかったんじゃないかなと思いますが、僕もアメリカロスで一回買ったことあります。はい、3040、サイズ9ハーフで12800円に消費税です。はい、続いて G ジャンです、はい、こちら、ムービンオンだからリーバイスだ、リーバイス珍しいですねこれ、はい、リーバイスのサイズ M サイズ、ムービンオンなんで80年代かな、ちょっとこのデザインがね非常に面白いですね、はい、斜めに、これ僕も初見ですね、はい、踏まえが一応ジップタイプで、そしてこう切り返しのちょっとこうダブライダースみたいな形ですね、まあ、リーバイスらしいこのウエスタンヨーク、はい、後ろもそうですね、これ珍しいな、サイズ M サイズなので僕はジャストぐらいですかね、40ぐらいのサイズ感だと思います、はい、こういったデザイン珍しいと思うのでこちらで17800円に消費税です。これいいです、はい、続いて D ですね、 D の 101J、はい、サイズが44です。そしてこちらのタグには R と MR、 そして胸のピスネームには R オンリーです。60年代後半、はい、程度はいいですね、非常に色もまだ残っておりますし、44というのはね僕でもちょっとゆったり着れるサイズなんです。僕はちょうどいいサイズが42ぐらいですね、はい、ワンサイズ上げて着るにはちょうどいいですし、 D もねちょっとオーバーサイズで着ても可愛いと思います。はい、60年代の101、こちらで22800円に消費税です。はい、続いても D の赤タグです。11J 赤タグのサイズが38ですね、はい、50年代です。まあ、リーはね50年代だとこのデニムのね色落ち感ちょっと違いますね。当然胸はピスネーム R もなしです。はい、リーのみです。これ雰囲気いいですね。あ、後ろがですねちょっとチェーンステッチがあったんでしょうね、ちょっと外されてますが、まあ、これもね一つ味だと思います。このリーのね縦落ち感相当綺麗です。38ちょうどいい人はおすすめです。赤タグ 50s で49800円に消費税です。さあ、マッコンから履きたい方は
間違いないんじゃないでしょうか。66前期、はい、パッチ表記が3831、スモール入れシングルセッチ、そしてサイドで、よいしょ、あ、これはいいんじゃないですか。はい、すみません、3と入ってますね。73年の10月です。さあ、73年10月の生まれ年の方、73年のデニム結構いいようになると思いますよ。はい、ちょっとね、この辺サイドの部分がちょっと耳が少し寄ってしまってますが、この濃さならぜひのり付けして履いてほしいです。はい、3831表記なので実寸が 3629.5、 縮みが出てます。はい、38なのでちょっとね、僕が履くとゆったりで腰履きになりますが、はい、これジャストの人持ってこいですね。66前期めちゃくちゃ濃いです。はい、こちら22万8000円に消費税です。はい、続いて久しぶりですね、ペインターいきましょう。見るからに古いですね。はい、バックルバック付きです。そしてこちら2連パッチがありますが、ちょっとここの辺のね、文字は読めなくなってます。アウター、アウトリベット、まあ、アーケードではないですが、サイドステッチ入ってますね。バックル付き、そしてトップボタンにブランド名が、はい、ビッグバックかっこいいですね、ビッグバック。はい、またリベ付き、そして下がドーナツボタン。はい、色落ちもね、綺麗です。そしてサイドのトリプルステッチ、オレンジステッチ、唯一裾上げをされてしまってます。そんなにね、目立たない綺麗なチェーンステッチでできてますが、実寸、はい、3130になります。これ結構履ける方いるんじゃないですか、ね、僕はちょっと小さいんですけれども、ペインターといえばね、36とか38、大きいのが多いです。実寸が3130、はい、ビッグバックのバックルバックで、こちら15万8000円に消費税です。で、今回のね、オンラインストアは、カイセさんのジュエリーがあります。はい、まあ、ブレスレット系が多いんですけれども、よくチェックしていただいて、まあ、このね、 YouTube をチェックした上でご検討いただき、オンラインにアップされた時にはですね、ちょっとサイズ感とかチェックしながら、ぜひね、このジュエリー、エルメスのジュエリーね、ご購入していただきたいなと思います。きちんとね、説明はできたかと不十分かもしれませんが、オンラインストアの方にエルメス15点アップさせていただきますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。